ホームシフ駅は、長崎県諫早市多良美町シフにある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。長崎本線新線ルートを通るシーサイドライナー、普通列車は浦上、菊津遠隔駅の発車表で、シフ経由と表記される。ちなみに、急線を通る普通列車は、時刻表、発車表で、長予経由と表記される。 島式ホーム一面二線を有する地上駅で東側の線路が本線の一線スルーの配線である。特急、カモメや快速、シーサイドライナーは交換を行わない場合、本線を通過する。駅舎とホームは地下道でつながっている。かつては簡易委託駅だったが、2011年の春に委託廃止となった。簡易委託駅時代は出発業務のみを受託した人が、 切符の販売を行っていた。また、地下道への入り口に自動券売機も一台設置されている。マルスやポスターマツキは設備されていなかったので、当駅で特別急行券などは購入できず、特別急行券や定期乗車券などが必要な場合は、菊池駅や諫早駅などで購入する必要があった。駅から最寄りのバス停は、シフ、駅前、 国道34号の方まで行くと、シフや、塚原が存在する。ありがとうございます。